Let's do roll call! Yay! はい、皆さんこんにちは。ハローニューヨークのリナです。トモです。アイです。イエーイ！こんにちは。リナちゃん、ロールコールって何？はい、ご説明しましょう。ロールコールとはですね、ブロードウェイの俳優たちがこう参加している人気のゲームなんですけど、まず、じゃじゃん、みんなの後ろに、みんなが今までやってきた役の名前とそのショーの題名が書いた紙が貼ってあります。イエーイ、はい、で、今から私がいくつかの質問をします。で、その質問に最も適すると思う役を選んでいろいろお話をしてください。いいですか？はい、はい、楽しみ。やってみたかったから。いや、やってみよう。楽しみ。それでは Question No.1 The role you nailed it。完璧だったと思う役。なるほどね。OK。ネイオゼっていうのは完璧にやり遂げたみたいな感じの意味だからね。そうそうそう。はい。よいスタート。せーの。じゃん。じゃーん。お、見える？見える見える。それでは日本語が書いてある。誰から行こうかな。舞ちゃん。はい。はい。もうネオベットは絶対これコーラスラインのコニーです。イエーイ。これはもう本当に私そのものって感じ。もうキャラクター自体もそうだし、もうエナジーとかもう全部がもうそのままって感じで、もうこれはニューヨークアメリカに来て初めてやったミュージカルで、もう超楽しかった。で、さらにこちら、はい、何それ日本語書いてあるの？これね、日本のやったオリジナルミュージカルなの。へぇ。で、ランっていう役で猫走るっていうミュージカルなんだけど、もともとこの猫走るっていうのは工藤直子さんの刺繍、うん、の猫走るっていうやつをミュージカル化したものなんだけど、めちゃくちゃ素敵なお話で、ランっていう黒猫ちゃんとお魚さんが友情を結ぶっていう、すごいハートフルなお話なの。その中の主役のランっていう役をやらせてもらって、うんうんうん、すごいね。超ダンスするし、ほとんどお芝居とダンス、まあ、このキャラクターがねっていう感じだったんだけど、もうね、これはめちゃくちゃ役作りに苦労して、すごい私何もできませんな、うん、みたいな子なのね。でそれをもともと私強いから、それをこうどうやってやったらいいのか、で猫の仕草とかめちゃくちゃ研究して、でもやった時にもう拍手大喝采で、もみんなもうどうもありがとうございましたいいじゃん。めっちゃ楽しかった。でこれでなんかもう演技っていうものを自分の中ですごく学んだので、これは、はい、私のその2つということで、ネオですね、はい、おー、はい、いいね早速オリジナルミュージカルで申し訳ないんですけど、The Monkey King and Musical っていう、yes. これはオフロードウェイ作品で出たんですけども、これは、ま、一言言っちゃえば、最有機のお話で、それをミュージカル、モダンミュージカルにしたものなんですけども、それの、なんだっけ、あの猿の名前、え、あの強い猿孫悟空、あれ合ってない、孫悟空じゃない、孫悟空の、まあ、なんか一番弟子みたいな、なんかそういう役なんですけども、その私が今までこうミュージカルとかやってきて、こうネオでってこうなんか完璧にこれをやり遂げたってなんか、まあ、思うものはあんまりないんだけど、そのこれはマジで80% ネオデかなみたいな感じです。自分のキャラクターにも合ってたし、その時のディレクターがすごく良くて、こう、まあ、アクターたち の, その、まあ、演技とかを引き出すのがすごく上手で、すごく世界観に入った。で私もめちゃめちゃキャラクター作りとか完璧にできた、ほぼ完璧にできたかなと思う作品でした。素晴らしい。1個かぶってますけど、まいちゃんとこちら私もコニーやりました、コーラスラインで。いいな。これ私のアメリカでの初仕事だったのね
2人ともそうなんだそうかな、分かんない。でもちょっとあの予想外だったんだけど、ダンスの役であの仕事するっていうのは実は、うんうん、その私ザ私だったっていうストーリーが多くて、でしかもなんだろう、あのすごいその時 の演出家がその日その日になんか違う風にやっていいよっていうか、すごいその自由を聞かせてくれて、なんていうの、何回もさ同じ公演してるとこうちょっとさつまんなくなってきてとかするじゃない、だからそれをなんないようになんか毎回その言い方とかこう動きとかを変えてみたりとかして、すごい楽しみだっていうのもあって、フォーフテンって歌にも言うんだけど、だから140、何でしたっけ、フォーフテンだから148センチとか、ちょいとかね。で、私ちょうどフォーフテン and half で、ちょこっとだけその、この役より背が高いのね。だから本当に言ってることが、うんうんそうみたいな感じのことが多くて、ねえ、なるほどね、と思います。そしてもう一個が、これね、エルフ。エルフ。何のこれね、ザ・ポール・エクスプレス・トレイン・ライドって言ってクリスマスショーなのね。これもともと絵本が原作で、なんかこうクリスマスの日にそのなんか魔法の汽車に乗って、そのノースポールとサンタさんのいるところに子供たちがこう旅をしていくっていうやつなんだけど、それのなんか実際にあの電車の中でやるショーだったので、私はその中のエルフをやって、ただそれがね別にセリフとか何もなくて、ただただもう自分の作り上げたそのなんていうのエルフでなんか子供たちと遊ぶというか、まあ、基本的にも楽しそう、よな、超楽しみだねみたいな、プレゼント何欲しいみたいなのをずっとこうねこの車両の中走り回って言ってるっていうことなエルフだけど、まあでもリナでもありみたいな感じで、もう走り回って子供たちとこうおしゃべりしてみたいな、ハイテンションでっていう感じで、すごい楽しくて、これも自由にできたので、ネイルで、イエーイ、素晴らしい。 OK、 じゃあどんどん行きましょう。 Question number 2、 Role that you wanna do again、 Oh my god、 もう一度やりたい役。3個ぐらいある。いや、私これとこれなんだけどはい、では出してください。せーの、じゃーん。あと、ごめん、これもやっぱり私も3個あるお、3個もある。まずなんか、ちょっとざっと説明するね。じゃあまず、まあ、最近ので言ったこちらですね。赤ずきんの、Into the Woodsの赤ずきんちゃん。そして、じゃじゃん、アベニュー Q クリスマスイブ。ああ、いいな。あと、そして、みんなこれ知ってるかわかんないんだけど、It's a bird, it's a plane, it's Superman っていうスーパーマンのミュージカルのマザーリングという役なんですけども、まあ、この3つに共通してるのは、全部コメディなのね。お、私コメディ好きだわ。コメディめっちゃ好き。まずそのインテダウスはもうこれはねもう最高、まあと200回ぐらいはやりたい。マジ最高のミュージカルです、うん、でそしてこちらのアベニュー Q、 皆さん知ってる人いますかね。多分1人は知ってると思うんだけど、これはもうめっちゃ最高のコメディミュージカルで、超コメディだね。そうそう、アベニュー Q、 あ、間違えた、間違えた、クリスマスイブっていう日本人の、あの、まあ、なんか、おばさんの役があるんだけど、それをやった時に、やっぱ、すっごい楽しくて、はい、ま、ほんと、またやりたいってなって。で、これね、なんでもっと他のプロダクションもやんないのかなって思うぐらい、かなりいいお話なんだ、スーパーマンのお話なんだけど、そのマザーリングの実は、あの、スーパーマンの、もう敵役なの、敵ボス。あ、そうなんだ。そうなんだ。敵なんだ。もう敵ボスなの。私がまさかそんなイーブルな役やると思ってなかったし、いやいやいや、スーパーマンを、あの、スーパーマンを、その、もうなんか命、あの、何、ギリギリまで追い詰めるなんて、そんな最高の役ないじゃん。なので、またこれはやりたいと思います。はい。いいね。はい、私コメディ楽しそうだな、全部。はい、パチパチパチ。は
はい、私が選んだのは、確かもいいか。はい、この2つ。何？ニューランダ、これ、ザ・テンペストって、シェイクスピアの演劇。やりたい、私も。うん。で、やっぱ、シェイクスピアやるっていうこと自体、まず、なんだろう、チャレンジングだったんだけど、でもやっぱやってみて、すごい楽しかったのね。うん、なんか私、結構こう、言葉で遊ぶの好きだなと思って。これはね、もう一回やりたいなって。もこの、テンペストっていう作品に限らず、まあ他のシェイクスピアのものね、もっとやりたいなと思ったので。それはユニークですね。素晴らしい。うん、そう、あともう一個が、デデン、ウルスラなんかいじめっ子役とかさ、こういう悪役ってさ、うん、なんか一回やるとさ、めっちゃ楽しくて癖になるじゃん。楽しい楽しい。そう、なんかね、それがすごい楽しくて、私もヴィラ、ほんとなんかいじめっ子役はなんかこうちっちゃい時とかにやったことあるけど、このここまでなんかほんとなんかヴィランみたいな、うんうんうん、初めてで1曲だけだったけど、そのミュージックビデオ用に。でもすごい楽しかったから、もう一回やりたい、ね。本当のさ、本ちゃんのリトルマーメイドのさ、ミュージカルでもで役でできそうだよ、ミナちゃん。タイプ的には。うん。そう気がする。もうちょっと、もうちょっと太った方がいいと思う。そうだね。それか。それか。じゃあできると思う。ちょっと、なんか、ちっちゃい版のアースロとかやる。あ、それもありかもしれないね。確かに。で、私は、これ。あ、イライザー。イライザー、金言ない。そう。大変そうだけど。めっちゃ大変。ひたすらもう筋肉痛、黒吐きすぎそうです。足とお尻がひたすら筋肉痛、もうひたすらジャンプしてるんだけど、まあとにかくこの金がないっていう作品が、これやるまでこんなに素敵なミュージカルだって思ってなくて。あ、そうなんだ。そう、もうすごい深いし、すごい素敵な曲ってたくさんあるし、イライザだけじゃなくても、私そのレディーティアンっていうアンサー、あ、それのアンダースタディだったんだけど、そっちもやりたいし、もうキングアンダーっていう作品をもう一度やりたいって感じ、うんうん、もう一度やりたいってことか。なるほどね。そう、めちゃくちゃいい作品だったから。で、もう一個ごめんなさい、書き忘れたけど、ミュージックビデオの中のアナですね。あー、いいね。は、やりたい。確かに、いいと思う。性格も合ってるし。いい、ね、そうね、まえちゃんのドリームロールだもんね。ドリームロールですよ。いいと思います。はい、でした。イエーイ。Question number three。でで。はい。Role that scared you the most。はいはいはい、もうそっある。やべ、本当にすごいドキドキ。やるのドキドキしたやつ。これはもう。はい。せーの。これ。じゃん。ね、びっくりした。どうもそれ。そうだね。めっちゃ得意だと思ったんだけど、マジ、うん、まあ、まあ、声のその質とかは合ってるかもしれないけど、まず、現実社会では多分私これ絶対に選ばれないから、だからそこのそのギャップをどうちゃんと埋めようかなっていうプレッシャーもあったし、やっぱ高い音って、なんかさ、ステージでさ、本番一発でやればさ、出るかもしれないけどさ、ミュージックビデオだとさ、とりあえず何回か撮るじゃん。うん、何テイクかに分けて撮るじゃん。そこで、やっぱや何回やればやるほど、やっぱその、高い音の精度が落ちるかもしれないとかって思うと、やっぱすごく怖かった。うん、歌はね。あとみんなが知ってるっていう大好きな曲だから、なんていうの、そのディサポイントさせないためにもちゃんと やらなきゃいけないなっていうプレッシャーが怖かったっていう話です。確かに。なるほど、ね、楽しい大好きな曲だけど ね、うん、私はもうこれミス・サイゴンのジジです。これはマジで苦戦した。もう緊張しまくりで、あのねムービー・イン・マイ・マイドが本当に歌えなくて、もう鼻、あの花粉症とかになって、これも話はもう違うやつでしたけど、したね、確かに、あったね。本当に本当に怖すぎて、本番オープニングの日に歌詞間違えました、怖すぎて。イエーイ、イエス、ま、でもやりきったじゃん。やりきった、すごい成長したと思う。これでした。はい、素晴らしい。はい、私のこれです。ごめん、日本語ですが。これね、そう、
この間、でもこれニューヨークでやった公演なんだけど、その日本語の演劇をやって、その、三島由紀夫の近代能学習っていうやつで、その中の葵の上っていう作品。で、私その中の看護婦役をやったんだけど、まず、何が怖かったって、日本語でやるのが怖くて、なんだろう、その、大人になってから演劇に出たのって、こっちが初めてだから、アメリカが。日本語でこういうなんかね、真面目なってやったことなかったのよ。だからそれで、その、ちょっと苦戦したって怖かったのと、あとはやっぱりね、この作品が結構、なんていうの、まあ、簡単ではないっていうかさ。確かに。もう深読みして、いろんなの試してとか、もう初日やった後も、もうなんかまだドキドキみたいな感じ、すごい緊張感がね、続いた作品だったの。なるほどね。でもまあ楽しかったけど。素晴らしい。まあでも、怖かったっちゃ怖かったかなと思って。最後？それでは、最後の質問です。Question number four! はい、いきますよ。The role you wrong for. あるあるある、マジである。なんでこれキャスティングされたのっていうやつ。あるあるある、あるある、マジである。マジである。どうしようかな。まあ、一つね。私がマジでキャスティングされた時、えってなって、嬉しかったと同時にえってなったやつ。いや、私もそう。あ、マジか、それか。そうなんだ、みたいな。そう。私はこれ、カルメン、フェームっていうミュージカルのカルメンって役やりました。私、これが大学の卒業公演だったんだけど、これスパニッシュのさ、超イケイケみたいな役なわけ。へぇ。そう、めっちゃもうスパニッシュで超強くて、もうなんか大人気者みたいな、そういう役になって、超セクシーみたいな感じなの。なんで？マジ私？みたいな。私背低いし、なんかセクシーでもないし、これみたいな。そう。まあでもその、選んだそのキャスティングの方に聞いたら、その私がアグレッシブで強いっていうそのキャラクターをなんかが合ってるって思ったらしくて、なるほど、ね、やってみたらものすごく楽しかった。あ、よかった、はい、です。私はじゃらーん、最後のジジーやりました。これはもうめちゃめちゃシアターもすごく良くて、もう1000人ぐらい入るようなシアターでやらせてもらったんだけど、そう、ジジって言われた時にまず、なんでってなって、まあそう、さっきまいちゃんも言ってたけど、私別になんかそのセクシー要因で全然このやることはなかったから、だからその何、お姉さんタイプじゃん、ジジって結構なんか、そう、お姉さんタイプでもないし、自分のキャラクタータイプが、だからなんでって思ったけど、まあでもすごいソロとかもあったし、結構まあ楽しくやりきったかなって思います。YouTube にね、ビデオ載ってるから。めっちゃ先生かよ、見たよ。すごいんだよね。結構頑張ってるから。めっちゃすごいよ。あのね、ポラロイドストーリーってまたね、こうちょっとマイナーな作品かもしれないんだけど、これまたちょっとプレイで、これが私のアムダの卒業公演、ギリシャ神話のキャラクターが、まあ、ちょっと現代風に書かれてる。で、その中で私はこの、ユーリディス、エルディチェっていう役をやったんだけど、なんでキャスティングされたか、本当これはね、わかんない。エルディチェと、まあ、この恋人の2人のシーンなんだけど、本当なんか不思議な会話が繰り返され、私はちょっと彼に不満を持って、みたいな。なんかね、とにかく、ハテナがいっぱいあった役なんで、ちょっと。なるほどね。なるほど、ね。これちょっと作品してみてください。はい。ある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 。ってな感じです。はーい、楽しかったー。楽しかったー。面白かった。見てほら、こんな感じだよ。ま、私はもう床に。私も私床にもう撒き散らした。本ちゃんでやりたい。これはあのミュージックビデオでやったけど、これは本ちゃんでやりたい。まいちゃんは？私はさっきも言ったけど、フローズンのアナ絶対やりたい。いいね。どうやったんだよ、アナ。
なるほどね。はい、次りなちゃん。はい、私はやっぱりいつかはオペラ座のクリスティーンやりたい。なるほどね。そこ目指してます。はい、というわけで今日はロールコールで遊んでみました。イエーイ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 。はい、楽しかったなと思った方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。助かります。本当に皆さんの応援が本当にもう助かりますので、お願いします。はい、それでは See you next time next time バイバイ。Bye-bye. On a short day.